今月24日参院補選が行われます。各候補者の政策などについて県政担当塩野記者に伝えてもらいます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、先月知事選があったばかりで正直本当また選挙かという声も上がってきそうなんですけれども、今回のポイント何でしょう。はい、ズバリこちらです。岸田内閣の評価です。はい、候補者の人柄や能力というのはもちろん重要なんですが、今回国政選挙ということがあって、例えばロシア侵攻などに対する外交、そして経済対策など今の岸田内閣について、良しとするかどうか、これが問われる選挙とも言えます。特にですね、今回補選が行われるのは全国で石川県だけ。7月に全国で参院選が行われる予定ですが、こうなるとですね、全国の皆さんが石川県民はじゃあ岸田内閣どう評価しているのかと注目している選挙だと言えます。ですので各党ともに幹部が石川入りして応援を繰り広げたということなんですけれども、さてでは各候補者はどんな訴えをしているんでしょうか。はい、こちらにまとめましたのでご覧ください。知事選のしこりが懸念された自民党、出陣式には党幹部が入り引き締めにかかりました。負ければ戦略の全面的な見直しを迫られる。宮本修司でこの選挙負けるわけにはいかないんです。自民党の宮本修司候補51歳、能美市でおよそ150年続く造り酒屋の5代目、参議院議員を2期務め、小規模事業者の支援強化など地域に活力を与えたいとしています。岸田総裁がご到着されました。どうぞ拍手でお迎えください。今私たちの国は大きな転換期を迎えています。石川県の県民の皆さんの意思をしっかり示していただき、そして夏の参議院選挙に弾みとさせていただきたい。皆さんが愛する地元の地域で安心してお暮らしを続けていただくために、その社会を作ることができる政党はどこなのか、連立与党でありこの岸田内閣だと思い、そのことを強くお訴えをしております。目指すのは圧勝です。どこの党よりも早く代表が県内入りして力が入る立憲民主党。庶民の地方の生活者の声が政治を作るという当たり前の政治にしなければいけないと思っています。だから私たちは野党をしっかり強くしていかなくてはいけないと思っています。立憲民主党の小山田恒子候補43歳、山口県出身の行政書士で20歳の長男を持つシングルマザー。父が自殺した経験から格差の是正や女性が活躍できる社会づくりなどを訴えます。党本部からも応援は続々と。物価が上がってきましたね。よかったですか。悪くなってる。悪くなってるじゃないですか。何やってんだ岸田政権という私は意思表示をするためにも、小山田恒子さん、私は石川県出身ではないですが、多様性を受け入れていただき、石川県やるじゃないかと私日本中に思わせたいんです。党勢拡大に向けた重要な局面です。出陣式の第一声、それは怒りの声でした。安倍元首相や日本維新の会、こういう人たちがだから日本も核兵器を持とう、核兵器共有の議論をと、こんなふうに言い始めました。私はこれが許せません。共産党の西村浩候補67歳、
金沢大学を卒業後、2015年からは党県書記長を務めます。衆院選には6回出馬していて、消費税 5% への引き下げや憲法9条を生かした平和外交などを訴えます。党幹部が金沢市内に入るとこの熱気です。軍事に対して軍事に向かえば破局的な戦争になってしまう。皆さん、軍事力による平和こそ空想的で思考停止ではないでしょうか。汚れたお金と一切無縁の共産党、西村博さんで石川から政治の大掃除をしようではありませんか。命と平和を守る政治を訴えます。青と黄色の目を引く衣装で登場したのは、石川県の選挙に勝って NHK をぶっ壊す、 NHK 党の斉藤健一郎候補41歳。実業家の堀江貴文氏の秘書を務めていて、おととしの都知事選挙などに出馬しました。その政策は、 NHK に受信料を支払わない方法を皆さん、国民の皆さんに提示をし、そして万が一 NHK から裁判になった時には裁判の費用、そして NHK に払うべき受信料、これを全額負担しております。 NHK に受信料を支払わないようにしないと、 NHK もいつまで経っても襟を正さない。ご高齢の方々が今までの政治を続けていると、また世界で負けてしまう可能性もあります。若者が引っ張るような選挙にしたい、そんなことから私自身個人的にはですね、被選挙権の引き下げ、これは党としても被選挙権の引き下げはしていきたい。選挙期間中はほとんど県内入りせず、 YouTube や講演会など独自の運動を展開します。なるわ NHK よペッカー。空中戦で支持拡大を狙います。以上4候補の訴え、そして選挙戦をご覧いただきましたけれども、投票率どのようになりそうでしょうか。はいはい、こちらが、過去の参院選の投票率なんですが、やはりこう下がってきているんですね。前回は2019年でしたが 47% となっています。はい、で今回どうなのかというと、期日前投票、これ6万1138人投票しているんですが、これ今月17日時点でこの前回の選挙よりも低いんですね。およそ3割ほど低いということで、明らかに盛り上がりには欠けているということなんです。はい、ただ、ニュースでもお伝えしているように、物価高であったり円安ということもあって、これ生活に直面する課題ですので、今全国で唯一意思を示せる国政選挙は、この石川県ということなので、ぜひ皆さん選挙に出てほしいと思います。投票日は今月24日日曜日となっています。以上、塩野記者でした。